このディフェンス役の人はドリブル1回ついた瞬間に絶対このシュートを打たせないようにいきますからね。ドリブル最初2回ぐらいでいこうかな。トントンついたシュートから、オッケーオッケーオッケーって言ったんですよ。絶対打たせた、せーの、オッケー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 、バルバルバル、そう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 、オッケーオッケーオッケー、はいはいはい、すぐすぐすぐ、そう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 、オッケー、はい、オッケーオッケー、こっちか、はい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 、うわ大変だ、一生懸命頑張ったって逆サイドやられちゃったら結局頑張りそうでしょ。頑張り方の問題だから、ある程度レベルが高くなってきてお互いに競い上げできるんだったらショートカットしてもいいです、はい、ショートカットしてもいい。だけどそういう判断がまだちょっとお互いに足りないなと思ったら、この円の上をうまく使って距離的な有利性をうまく使ってね、ちょっと余裕あるから眺められるでしょ。こうやってついてるよりも遠く離れてたが見えるんだから、相手の動きをよく見て行った瞬間にここでゲート通さない、強く止める、戻る瞬間にこの戻り方も大事だよ、どっちに行くか見てないと。でもう当然向こうだなと思って逆行かれるみたいな、こういう単純なことをやると簡単にやられちゃう。本当のドライブがどこかっていうのを見る癖をつけて、3回タッチされないように